皆さんこんにちは。今回は BNE 製品に関するアンケートってやつをやっていきます。 BNE っていうのはバンダイナムコエンターテインメントの略ですね。ソードアートオンラインインテグラルファクターについてどの程度ご満足いただけますか？10ですね。あなたどのように感じてますか？面白さ満足度を一番高いですね。面白いと思います。システムやルールチュートリアルの分かりやすさ、多分ヘルプとかはなんか本当によく読まないと分かんなかったりするんですけど、まあちゃんと読めば分かりますよね。チュートリアル、多分チュートリアルは分かりやすいと思います。ただなんだろう、スタックとかがよく分かんない人もいるかもしれないけど、まあそこはなんか攻略サイトとかで補うようなものなんじゃないかなってちょっと思うので、分かりやすいと思います。十分で、やり込み度、飽きることなく繰り返し楽しめるかっていう話ですけど、飽きることなくっていうのがそのやり込み要素として SAOIF 最強の武器でなんとかインテグラル武器ってあるんですけど、あれ同じことの繰り返しで、まあソロでやる人だったら飽きるかもしんないけど、例えば迷宮区でパーティーでやったりしてなんかチャットしながら楽しみながらできるっていう人なら飽きることなくできると思うんですけど、まあやり方次第ですね。ちょっとカオス討滅戦とかは一人でやるんで、まあいいんじゃないでしょうか。スカルリーパーとかも結構面白いし、バランスや難易度、まあ難易度に関しては50層以下のモブが2020年の11月に弱化されたので、バランス調整でそれで50層以下が初心者用の階層で、それより上の階層が強い人向けになってるので、そういった住み分けができてるっていうのは結構いいと思います。ただやっぱりなんかみんなも言ってるんですけど、ボスの属性耐性、最近実装されるボスのやつがなんかそれやりすぎじゃないっていう人言ってる人多いんで、ただどの武器でも活躍できるっていう点で、まあどちらかというと満足っていう感じですかね俺は。でロードダウンロードの長さや頻度、レスポンスってあるんですけど、まあこれはもう MMO のゲームならどのゲームもやっぱ端末の性能良くないと速くないんですけど、まあ俺が持ってる端末なら全然普通の読み込みの速さっていうか結構早いと思うので、まあ俺はいいと思うんで、まあ問題はその速さよりも多分バグとかだと思うので、まあ別にバグとかもそこまで深刻なものでなければあんまり気にならないので、ゲーム内のレイアウト俺は全然いいと思います。マルチプレイ機能、まあギルド対戦とかすごくいいと思うんですけど、プレイヤー対戦って書いてありますけど、プレイヤー同士のなんかそういう機能はないですよね。まあマッチング、クイックパーティーとか結構ねいいと思います。パーティー組み方とかは、まあ対人戦がないっていうのも、まあ他のゲームに比べて争いがないっていう点ではいいと思いますね。まあただなんとなくそうですね、どちらかというと満足の方につけておきます。コミュニケーション機能、これはまあいいと思いますけど、まあパーティーの組み方っていう動画でやったと思うんですけど、なんかそのパーティーの組み方が分かんない始めたばかりの初心者とかがパーティー募集してると、パーティーを作成するっていうボタンを押さない限りパーティーが作成されないっていう問題があって、で組み方分かんないと永遠にパーティー募集してもパーティー組めないとかってあるんで、まあ一応ここら辺どちらかといえば満足っていう感じですかね俺は。で面白さとか満足で、まあどちらかというと満足と感じた理由を教えてください。まあさっき言ったようにチャットとかの機能があってパーティーで狩りできるのが楽しいっていうのと、最近は階層更新ペースが速くて新しく実装されるものが嬉しいですよね。その新鮮っていうか見るものが、あこんな機能ついたんだとか、まあ、最近実装された81層もなんかワープ機能とか言って、まあなんだこれっていう、まあ面白さがね初めて見た時はありましたね。気球とかね、階層にね出てきて気球でなんか遊んだりして面白いですね。でまあ迷宮区がない階層が来てもなんかアルカナジェムストーリークリアすればもらえるので、まあ、それは本当に純粋に嬉しいっていうか、まああとはやっぱりアニメだと75層で終わったのが、まあ、その後のオリジナルストーリーも見れるっていうのが嬉しいですね。まあ、あとはみんな大好き無料オーダーが恒例になってて、まあ、嬉しいっていうのと、あとはやっぱりインゴット一括生産の機能とか、まあなんか実装するのには時間かかったんですけど、まあ、ちゃんとそのユーザーの要望とか聞いてしっかりその実現可能なものはなんか実現しようっていう姿勢が見られたので、すごく本当に神対応っていうか、まあ神対応って書いたんですけど、まあ本当素晴らしいと思いました。なんか上からで申し訳ないですけど、あとはやっぱさっき言ったように50層以下のモブがバランス調整で倒しやすくなって、まあ、強い人も弱い人も楽しめるコンテンツになってるんじゃないかなって思います。あとはねスカルリーパーが75層フロアボスですね、アニメでも一番最後の階層だったと思うんですけど、まあまりにも弱
弱かったらちょっと失望してたかもしれないんで、総力戦っていう形になって、なんかやってみたら結構楽しかったので、個人的に。なんか某ハンティングゲームのラオシャンなんとかとかなんかそういう感じを思い出したですよね。なんか、うん、俺は個人的には楽しかった。あとはなんか弱い人でもなんかスキルブレイク担当とかになれば、まあ、一応参加できるという感じだと俺は思いましたね。まあ、なんかその公式生配信でもそのスカルリッパとかどうやったらこういう動きになるかとか、なんかいろいろこうね考えてくれてるなって思って、すごくいいと思いました。次、あなたは以下の項目をどのように感じていますか？ゲーム構成要素のボリューム、登場キャラ、ストーリー、フィールド、アイテム類。フィールドに関しては、階層フィールドって一つの階層に数フロアあるんですけど、まあ、他の MMO とかそこまでやったことないんですけど、結構その2つのフロアが1つの階層にあるっていうのは結構珍しいらしくて、でそれやると本当に結構大変らしいんですよね。まあ、それでそのゲームのソースコードとかぐちゃぐちゃなんじゃないかとか言ってる人いて、まあ、それでも本当に2つもフロアを実装してなんか頑張って作ってるっていうのがすごいなと思ってて、あと登場キャラは本来はアインクラッドに出てこないようなキャラとか、なんかもうすでにお亡くなりになられたキャラとか、原作だとね、そういうキャラもいたり、やっぱ SOIF オリジナルキャラクターとか、俺すごい好きなキャラクター、スティラっていうんですけど、そういうキャラもいたり、キャラはすごい満足してますね。ストーリーもなんか、あ、こういう展開で75層以降行くんだとか、結構面白い部分があったし、まあ、アイテム類とかもね、結構いいと思いますね。ボリュームは俺はいいと思います。原作のイメージの再現度、これね、ほんとね、始めたばかりね、すごいなと思って、モンスターが倒された時にガラス片が散ってるような演出あるじゃないですか、パリーンって。あれってその原作でもなんかガラス片がどのこうのっていう表現だったらしいんですけど、あれとかね、なんか再現度高いなと思って、俺めっちゃ感動した記憶ありますね、始めた頃。ゲーム内の演出はまあいいと思います。ソードスキルとか結構原作再現のエフェクトですね、攻撃モーションとか、なんかそれほんと見てて、あ、これアニメで見たやつだみたいな、そういうのがめちゃくちゃ楽しいですね、やっぱ見てて。グラフィック、これも最近なんか画質良くする機能とかついたり、まあ、サウンドもなんかアシストキャラとかなんか放置するとうるさいんですけど、キャラクターの声とか消す設定ができるので、これはいいと思います。ゲーム内のガシャ、まあ、満足度で言ったら、どちらか例えば不満なんではあるんですけど、まあ、これは運営として致し方ない部分があると思うので、まあ、個人的には不満なんですけど、まあ、しょうがないと。確定枠がないとかね、やっぱ課金してもらわないと存続できないので、まあ、本当にめちゃくちゃ有名なゲームとかだったら全然なんか確定枠とかいっぱい作っても運営していけると思うんですけど、ただ個人的にどうかって聞かれたら、やっぱどっちかっていうと不満みたいなところはありますよね満足とか言ったらそれ以上ね確定枠とか作られなくなったら嫌だっていうのはあるんで、まあ一応ね、ここにするだけで別になんか文句とか言うつもりはないです。もう絶対なんか理由があると思うので、公式生配信でも熱意とか伝わってくるんで、なんかなるべく要望に応えようみたいな気持ちが伝わってくるんで、確定枠なくすとか何かしらやるとしたら絶対そこに理由があると思うので、まあとにかくここですね。でログインボーナスやクリア報酬で、最近ログインボーナスがリニューアルして、最近じゃねえな、結構前なんですけど、めちゃくちゃ良くなって、でクリア報酬でもね、アルカナジム結構もらえるので、まあ、いいと思います。次で、以下の項目をどのように感じていますか？ FAQ、ヘルプの分かりやすさ、まあどちらかといえば満足ですね。さっき言ったようにヘルプがまあよく読めばわかるって感じだと思うので、で細かいやつはやっぱりみんなね攻略サイトとかで書けばいいと思うので、で公式ホームページやツイッターなどで発信される情報、これは、まあ、ツイッターとかすごくいいと思います。公式ホームページはあんまり見ないんですけど、なんか解説の動画とか一応出してるものもあるんですけど、あれはなんか攻略サイトで攻略記事書くときにすごくありがたい場面が多かったので、俺はかなり満足しています。で開発や運営のゲームに対する愛情熱は俺は満足っていうか満足って言いたくねえな、なんか上からみたいで、だから本当にいいと思います。めっちゃ伝わってきます。
で、開発や運営のゲームに対する愛情熱で満足またはどちらかというと満足と感じた理由を教えてくださいっていうので、で公式生配信のウィークエンド IF で SAO ゲームズビーターズカフェっていうなんか公式のチャンネルがあるんですけど、 SAO ゲームズので、それで SAOIF の公式生配信やってるんですけど、すごい話聞いてるとやっぱどうすればみんな満足してくれるかっていうを意識して、なんかこういう風なものを開発してきたみたいな話をしてるような感じがするんで、俺は本当にすごくいいと思いました。やっぱあとね、この開発の裏話がなんか聞けることとかがあって、まあこういうことを考えて実装しましたみたいなのがあったんですけど、やっぱなんかそのツイッターとかでこういう声があったからこういう風にしたとか、なんか結構そのユーザーの声を聞いて、まあ何を求めてるかとかすごい気にしてなんか実装してくれてるのかなとか、そういうのを思ったので、満足ですね、そういうの選びました。で、友人や知人にこのゲーム進めたいと思いますか？もう10ですね。俺マジでそういうの全然興味ないみたいな人にも勧めたことあって、まあ結局やってはくれなかったんですけど、まあなんかあれですね、家族とかにもちょっとうちの兄弟とかにね勧めたりして、まあ結局みんな合わなかったんですけど、まあ勧めたくなりましたね。で、以下の項目をどのように感じていますか？自分たちの意見が作品や運営に反映されている、まあ反映されているかどうかはちょっとわかんない部分もあるんですけど、多分それって何かしら理由があって、開発の優先度とか、なんかめちゃくちゃ実装するのが大変とかね、二刀流とか実装されないと思うんですけど、それって理由があるので、まあ俺は当てはまるかな。なんかちゃんとね声がね届いてる感じがしますけど、まあ多分これは俺はこう思ってるけどこうじゃないと思ってる人も多分多いと思いますけど、まあ、俺はこれですかね。自分の生活の中心または生きがいになってる、もうそうですね、ほぼ IF があるのが当たり前みたいになってますね。作品をもっと楽しみたい、楽しみたいですね、感動したい、作品を見て感動したいですね、家族や友人など周囲の人と楽しみたい、まあ、なるべくね広めていきたいですね、やっぱ友人とか友達にも勧めたりしたので、やっぱりこの作品について誰かと話したい、そうですね、もう本当にやっぱりいろいろ考えてきたので、まあ、話したいですよねその他お気づきになったことや提供してほしいサービスなどがございましたら書いて、まあ、ちょっとこれ書くことが多すぎて1000文字じゃ収まりきんないんですよ。でも多分運営これ全部読むの大変だと思うので、1000文字っていう制限を設けてると思うんですけど、ちょっとここに書ききれなかったものはこの動画でちょっと喋ろうと思うので、まあ、とりあえずこの本当に絶対に送りたいっていうとこ本当に1000字だけ切り抜いて、まあ、ここ要点だけ書いたので先にちょっとこれ送信しちゃいます。で、俺が伝えたかったことは、まあ、こっちのメモに書いてあるんでちょっと見ていきます。で、まず1つ目、運営に経済支援ができる窓口が欲しい。で、俺このゲームが本当に大好きで、やっぱサービス終了だけは本当に嫌なので、まあいざという時になんかクラウドファンディングとかで経済支援が可能な窓口があると助かります。どういうことかっていうと、そのクラウドファンディングって何かっていうと、ネット上でこういう事業をやりたいって言って支援してくれる人にそのお金払ってもらうっていうか、なんか募金みたいな感じですね。みんな少しでもいいから支援してくれると助かるって言って、みんなから少しずつお金集めてネット上 でそれで自分がやりたい事業とかやるみたいな感じなんですけど、それがクラウドファンディングなんですけど、まあ、本当にいざという時にそういうのができないと、なんか本当サービス終了っていうのは本当に嫌なのであったらなって思いまして、で例えばなんかいくら以上支援されると、なんか指定期間内のオーダーの確定枠を増やすみたいな、そういう経済支援がみんな喜ぶような仕組み、商品を購入せずに運営に課金できるコーナーをなんかショップ欄でもいいし、まあ、タイトル画面でもいいのでなんか設けてほしいって思ったんですけど、なんかAndroidとかApple、iOS か、なんか Google Play Store とか Apple Store とかのストア残高の入金上限額って決まってるんですよ。だから一気にお金とか振り込めないので、なんか銀行振り込みができるようにしてほしいです。まあ、なんかそんなことをするくらいだったら、なんか自分のアカウントに課金してもうガチャ回すよみたいな、まあ、そういう人がいるんだったら全然それでいいんですけど、ちゃんと課金してるので。ただなんでその商品を購入せずに課金できる機能が欲しいかっていうと、さっき言ったそのクラウドファンディングってやつでお金集めて、でなんかそれで集金のためとか言って俺がガチャ回したら、オーダー回したらなんかみんなから巻き上げた金でガシャ回すなって言われるじゃないですか絶対
だからなんか純粋に経済支援だけできるようなお金入れられるようなその窓口が欲しいって思ったからです。でまあ実際にどれくらい資金が集まるか分かんないですよ。でもまあ集まるかどうかっていう話は置いといて、まあ、そういった窓口があったら嬉しいっていう話で、まあ、もしやる時が来たら、まあ、Twitter で拡散しまくります。で次、ボスに有効な属性がピンポイントすぎる。最近実装されるボスモンスターってなんか弱点の属性が全部耐性あるんですよ。でもなんか耐性がなかったとしても効率いいから弱点属性のスキルしか使わないっていう人多いと思うんですけど、さすがに弱点がピンポイントすぎるんですよね。やっぱすっちゃんさんも言ってたと思うんですけど、まあ、属性耐性がついてるのが多分直剣モッドが強すぎるからっていう理由だと思うんですけど、そういうなんか調整っていうかでついたんだと思うんですよ。タイミング的にもそうだし、ただその武器属性の弱点を一つに絞るのはいいんですけど、あの武器属性の弱点ってあの残突だってやつですね。武器自体に備わる弱点、それをなんか弱点一つに絞ってそれ以外全部耐性つけるっていうのはまだいいと思うんですよ。どの武器も活躍できるようにみたいな感じで、ただ自然弱点まで絞らなくてもなんか直剣元対策にはなるのかなって、なんかどの武器でも活躍できるようにすればいいので、例えばあの61層フロアボスのナーシャに残風属性の直剣モッドでいったら片手直剣のモッドスキルですね、相当強くてスキルが揃ってないと周回が大変だったんですよ。なんかその眼帯アリス、あの決意の騎士アリスってやつとか片手直剣の風属性のやつ2枚持ってたりとか、一応その大変だったのでやっぱそれくらいの調整をすればいいんじゃないかって思ってて、自然属性の弱点までちょっと絞りすぎてるんですよね。耐性が多すぎて、まあなんかその自然属性もそこまで弱点絞らなくて、まあ耐性2つとか3つとかにした方がなんかピンポイントでそのボスの属性、例えば突風だったら突と風のスキルしか効かないみたいなのがあったらもうそれしか引きたくないみたいになるじゃないですか、オーダーとか。でそう、どっちも合わせ持つスキル以外も狙ってオーダー引いてくれると思うので、もうちょっと自然属性緩和した方がオーダー回したくなる人も増えると思います。で次、武器に愛着が湧かない。まあ今まで SAOIF の武器ってなんか新しい階層来たらなんか今まで作ってきた武器とかも関係なしに新しいの作るしかないみたいになったと思うんですけど、なんか一度作ったらもう次の階層来たら使わないみたいな、結構それの感覚が慣れてきたんですけど、そういう感覚に慣れてきたんですけど、いやもうとっくに慣れてるんですけど、一度すげえ大変な思いして作ったやつをどんどん進化できる方式にしてもいいんじゃないかって思ってて、今なんとかインテグラル武器って一番階層が上の方のやつがこのゲーム最強の武器なんですけど、そのロッソインテグラル武器ってやつ今強いんですけど、まあ、そこからさらに上の階層のなんか新しいなんとかインテグラル武器って出た時に、あのロッソインテグラル武器からその新しいなんとかインテグラル武器に進化できるようになったらいいんじゃないかって思ってて、で例えば、まあ、74層フロアボスなんかグリームアイズってやついるんですけど、それ弱点属性が残性属性で、まあ、それの直剣元が欲しい人が多いと思うんですけど、まあ、ロスインテグラルの次のなんとかインテグラルっていうのが来たら、新しいやつ来たら、なんだ残性属性のスキルオーダーで狙ってたけど、あもうロストの次が出るならもうロストとりあえず生産だけして、まあ、進化しないで、まあ、次の階層の新しいなんちゃらインテグラル武器飛ばしで作っていいやみたいな感じになる人もいると思うんですよ。でそうなると機械損失にもなるんじゃないかって思ってて、まあ、運営側としても、だから例えばカオスダロスってやつも残性属性だけど、もうなんかめちゃくちゃ強くて周回する気も起きないみたいな人もいるんですよ。でそうなると、あなんか残性属性いらないやみたいな人もいるんじゃないかと思うので、そうするとやっぱ引いてくれるガチャも減っちゃうと思うので、まあそういう点でこれからのなんとかインテグラル武器ってどんどん進化してってやった方が、今までなんか俺らなんであんな大変な思いしてあんなすげえ武器とか作ったのに、もうなんか過去のものになったら、最近始めた人とかなんか飛ばしてさらに強いやつから作り始まってるんだけどみたいな、そういう感覚の人もいると思うので、まあ、進化していくのもいいんじゃないかなって俺は思います。で次、武装石の救済措置。まあ、武装石のドロップ率が低いっていうのは、まあ、やり込み要素なんで仕方ないことだと思うんですよ。やっぱこのゲーム支えてるのってやっぱ重課金者だと思うので、ほとんど収入とか
大体のゲームってそうだって言われてるんで、まあ、本当かどうか知らないんですけど、まあ、そういう人がいなくなってしまうと困るので、あの引退されると困るから、まあ、やり込み要素っていう形でやっぱこのゲームにつなぎ止めておきたいと思うんですよね。引退されるのが困るからやっぱやり込んでもらいたいと。でただその5000周とか6000周してもなんかそのブーストモードとかで課金してそれくらいやってもなんかコアメタルは出るけどなんか武装石が出ないっていう人がいて、ちょっとさすがにそれはかわいそうだからなんか救済措置が欲しいですね。例えば2000周とか3000周してなんか実績の達成報酬で武装石が1個出るとか、まあ、なんか何々を1万回倒した10万回倒したとかそういう実績がついても楽しいって思うんですけど、ただ2000周3000周して出ないとかは別に全然普通なんですよ。普通なんですけど5000周6000周して出ないってなると5000周まで行って出なかったらなんか実績達成みたいにしてほしいですね。だから例えばそのなんちゃらの武装石がドロップせずに5000周回ったみたいな実績があるとなんか武装石がもらえるみたいな、そういうシステムになったらいいんじゃないかって思ってて、まあ、それかなんかボスからよくドロップする、まあ、40層フロアボスのブラッケンで言えば手袋みたいなやつですね。ああいう基本ドロップって前呼んでたことあるんですけど、まあ、そういうやつを1000個とか2000個素材として武装石を生産できるシステムでも、まあ、いいのかなって思うんですけど、ほんとねこの5000周6000周しても武装石が出ないっていう人がいるって聞いた時はマジでさすがにかわいそうだなと思ったの で次コネクトスキルがもっと活躍できる環境になると面白そう。まあ現状でも結構使ってる人はいると思うんですけど、強い人とか、まあ、今回出た81層フロアボスにもなんか探検のコネクトスキル使ってる方もいたんですけど、まあ、ただそのコネクトチェイン効果っていうのがあの火力が上がる効果が斧しかないんですよ現状は。あれあったっけ、ないと思うんだよね。あでも最近のレスキューオーダーの小春とかは、まあ、筋力増強バフみたいなのあるんですけど、なんかコネクトチェイン効果みたいなので威力が上がる効果っていうのが出ないんですよね。まあ多分パワーインフレとか恐れてると思うんですけど、まあこれはちょっと片手直剣モッドスキルがねちょっとインフレしすぎたからまあいろいろ炎上みたいな感じになったのでちょっとかわいそうだからちょっと強く言えないんですけど、まあ要望ですね、斧以外の武器種にも威力が上がるコネクトチェーン効果を実装してほしいです。まあね、直剣モッドでいろいろあったから本当あのかわいそうだと思うんですけど、本当ね直剣モッドとかでいろいろあったんで、まあ、ちょっと言いにくいんですけど、まあ、考えてくれるとありがたいみたいなそれくらいの気持ちですね。別にただ今モッドスキル結構強いので、まあ、そこまで強くは求めないですけど、まあこうなったら面白いなくらいの気持ちです。で次オベイロンを実装してほしい、まあ、これ以上についてはもう触れません。で次熟練度スキルの一括オンオフ機能を追加してほしい。ゲームの検証するときに熟練度スキルっていちいち一個一個オフにするのがマジで大変なので、なんか一括であの一つのボタンを押すだけで全部オフになる機能が欲しいですね。武器防具スキルレコード全て外した状態のステータスを見られるようになる機能もあると便利だと思います。ただ階層更新を優先したいとか開発の優先度があるので、まあ、先に優先するものがあればそちら優先して全然構いません。もうなんか上からっぽいですね、構いませんとかね、偉そうですけどなんか申し訳ないですね。もうほんと全然優先したいものがあるなら階層更新とかされると嬉しいので。やっぱり次配布優位ですね、再配布してほしいです。まあ、武功の勲章の交換ラインナップでもいいので入れてほしいですね。5層クリア済みで復帰した人はもらえないので配布優位再配布をお願いしたいです。で次ラグーラビットの肉の使い道ですね、まあ、売る以外でも実装してほしいってことで、例えば、まあ、ラビ肉を何個か素材として、まあ、他のアイテムとかも素材にしてなんか料理アイテムを生産できるようにしてほしいですね。まあ、生産は、まあ、なんかリズベットブグ店みたいな感じで、そのブグ連戦の時みたいな感じでアスナに話しかけるとアスナにお金払って、まあ、アスナにお金払うっていうのもちょっとおかしいか、まあ、おかしいのでまあそれはなくてもいいんですけど、料理生産できるみたいな、してもらえるみたいな、そういうのあると嬉しいです。ただやっぱブグ連戦が出た後にそのリズベットブグ店に移動用のバナーがなくて、でそれ実装するのに結構時間かかったので、実装されるまでにね、なんかそういうのもし大変なんだったら別に全然後でもいいんですけど、まあ、例えばですけどできた料理アイテムをアシストキャラに使うと好感度上がったりスタミナ回復したり、まあ、自分が使うと回復アイテムになったり、まあ、自分のステータス能力値の上限が上がるものとか、まあ、なんかいろんな種
種類のやつを作れたら面白いんじゃないかなみたいな、そんな感じですね。俺が思ってることは大体こういう感じです。まあとにかく俺このアンケートやろうと思ったのは、本当にこのゲーム面白いので続いてほしいっていう気持ちが強くて、もう本当に何かできないかってすごい考えてたので、ちょっとこの機会に何かしらの対抗策ができないかすごい考えるきっかけになればなってちょっと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。